街中というか住宅街だったな。もうそこに瀬戸大橋が見えますね。で、駐車場が結構広いです。こんにちは。順に回ってる感じですか。一応そのつもりではあるんだけど、そうなんですね、はい、基本的にはそれで行こう思うよ、はい、あーなるほど、はい、ちょっと母を、はい、たもんだから、あーなるほど、自分のあっち行く時の衣装作り、はい、あーこの辺の方というか四国の方ですか。四国というか、はい、英語圏です。はい、で四国の方って一緒に燃やす感じでしたっけ。人によりますけど。人によりますか。うちはもう死に消毒に、はい、お管理、ああそうなんですね、かぶせる形で、かぶせる感じで、はい、あそうなんですね。まああの、はい、暇つぶしもありますしなるほど、ボケ防止に、ボケ防止に、はい、燃えとして、龍神が現れた鐘です。すごくよく響くという、本州まで轟く美しい鐘。こちらが78番札所ですね。階段を上がると左が農協所、右が本堂かな。病気が治る延命長寿のお堂ですね。なで仏様です。触ると治るよって。ん？なんだこれ。さぬきの三大ぽっくり様。三大ポックリってなんだよ。あ、ポックリ、ポックリ死ぬよっていうやつだ。苦しまずに。お嬢さんはある日犬に追われて傷ついたタヌキを助けてお寺で育てます。飢饉や戦が起こり悪者たちがこのお寺を襲います。タヌキは傷つきながらもいろんな知恵を出して必死で守りました。そんなことからタヌキは常磐明神と呼ばれ、豪商寺を守る神様の一つとなりました。タヌキ、タヌキ、あ、本当だ、神様になってる。タヌキが神様になってる。常磐大明神、あ、ほらほら、これだ。常磐明神、タヌキ神。綺麗な庭園が広がってます。鯉がいます。鯉がたゆたってます。お庭です。お寺です。なんだ、釈迦堂、観音様ご自由にお回りくださいって書いてあるよ。観音様の下に行ける。洞窟、観音堂。テケテケデンデデン、テケテケデンデデン、テケテケデンデデン。うわ、観音様だらけ。ちょ、電波切れそうだけど、ちょっと行ってみますか。デケデケデンデデン。うわ、すごいね。観音様で埋め尽くされております。おお、あ、観音様がいらっしゃいますね。わあ、すごい数の観音様ですね。これが本堂ですね。豪商寺。漢字財宝札行人般若波羅蜜多寺正言語雲海空洞一切空薬舎利。
厄除け大師。ああ、火がつかない。あ、ついた。半夜ハラミタシュ節シュアギャテイハラギャテイハラソギャテイボジソワカ半夜神経豪昌寺の御朱印です。阿弥陀如来です。豪昌寺阿弥陀如来です。はい、